どっちが当たるのみたいなあると思います。気になるよね。気になるでしょ。こちらは結論から言うと、どうもビューション改造と久しぶり、今日も頑張っていきましょう。実はね、僕らの動画のコメントによく来るのが、僕が引いてる弓、セイガっていう名前の弓なんですけど、こちらの弓って引き心地どんな感じですかっていう質問がね、よく来るので、今回は弓の種類についてと弓の種類に対しての特徴、あとは最後に僕のこの弓に対しての、僕が使った感想を話していこうと思います。ビーフシチュー、皆さん弓の種類って何種類あるか知っていますか？よしきさん。大きくね、弓っていうのは3種類に分かれています。1つが竹弓、2つ目がカーボン弓、3つ目がグラス弓。この3つに分かれています。ちょっと細かいことを言うと、グラスカーボン弓とかカーボン竹弓とか、そういったねところもあるんですけど、大きく分けると3つあります。この弓は何かと言いますと、カーボン弓となっております。で、ヨシキの弓なんですけど、こちらですね、名前なんだっけ。これは直進2のグラスでございます。はい、こちらはね、直進2のグラス弓となっております。なので、グラス弓とカーボン弓、大体皆さん学生の人はどちらかを弾いてると思うので、この2つに関しての特徴をね、話していきます。ビーフシチュー、皆さんがね、一番気になると思うんですけど、どっちが当たるのみたいなあると思います。気になるよね。気になるでしょ。こちらは結論から言うと、中級者になればカーボン弓の方が的中率上がります。おで、初心者の方はカーボン弓を使うと多分的中率は下がっていくと思います。大体最初はみんな多分学校に当たるやつは大体グラス弓だと、大体グラスだと思います。値段に関しても、グラスの方がね安かったりするので、貸し出ししてる弓とかは結構グラスが多いです。じゃあなんで的中率が上がるのっていうと、これは特徴に関わってきます。グラスとカーボンで、まず矢飛びがいいのどちらかというとカーボン弓です。カーボン弓の方が良くて、グラスの方が少し劣るぐらいですと。で、矢飛びがいいってどういうことかっていうと、思いっきりポンと反発の力がね、強いんですよね、カーボン弓の方が。その結果、矢飛びがいいと矢所が固まる。そういった面で、カーボン弓っていうのは中級者になればなるほど、的中率は良くなりますと。で、僕は一応中級者とは思っているんですけど、今全然当たらないですと。その理由はね、話していきますと、カーボン弓とグラス弓で振動が強いのはどっちかって言いますと、カーボン弓の方が全体的な振動は結構強いです。なぜかっていうと、反発力が強いし、その結果は矢飛びはいいんだけど、体にかかる負担っていうのはでかくて、その結果射形が固まっていないと射形がこう崩れやすい、反動でガチャってこう崩れるっていうのがあって、僕はね、最近この弓、カーボン弓、矢飛びはすごくいいんですけど、キロ数が16キロっていうところで、なかなか射形が崩れてきて、結構扱いが難しくなっているという感じになってます。調子いい時はね、結構いいんだけど、こう練習を長く続けているとあまりいい射形になってこないっていう、僕の、個人的な感覚がありますと。クリームシチュー とは言ったものの、グラスじゃ反動ないのっていうと、実はちょっと違うんですよ。で、それがさっき僕、カーボンとグラスで弾いてみました、ちょっと射形、流しながら話すんですけど、カーボンって矢飛びが良くて、離れる時にこうポンと湯返りがね早いんですよ。湯返りボーンって早くて、それがねすごいカーボン弓の特徴かなと思うんですけど、グラス弓って反発力が、カーボンよりはちょっと劣るんですけど、その結果こう湯返りも早くはない。とはいえ結構ね、手の内に対しての振動っていうのは大きいと思います。手の内だけに関したら、なかなかグラス弓って久しぶりに弾いてみると、こんな振動あったんだと感じました。この振動に関してはガンガン弾いていけばあまり気にならなくなると思います。よしき、気になる振動、グラス弓。あんまりっていうか、これしか弾いたことないから比較対象がなくて、はいはい、これが振動強いかっていうのはちょっと分かんない。そうだよね、多分ね、高校生の頃の僕たちとかもグラス弓しか弾いてないから、その感覚だったと思います。今後ね、自分の弓買うって時は、中級者になれば試しにね、カーボン弓買ってみて弾いてみるとかね、慣れ親しんでるグラス弓がやっぱりいいなって思ったグラス弓選ぶのもいいと思います。
ごめんなさい、最後ね、一つね、特徴を言うのを忘れてたんですけど、弓自体の重量ですね、これに関してはカーボン弓、結構軽いです。だいぶ軽い、グラス弓は、あ、これ波と伸びだからね、重量ほぼ同じというかね、こっちの方がちょっと重いかなぐらいなんですけど、結構カーボン弓って軽い弓が多くて、まあ、有名な弓でいうと黒心がね、すごいね、軽い弓の重量。黒心はね、マジで持ってる感じしないしないよね、あれビビったよね、うん、あれはめちゃめちゃ軽いけど反発力すごいから、やっとびは全然いいんだよ、ね、そのこれでこんな飛ぶんだよぐらいの感覚になっちゃう。あれは上級者向けかな、うん、結構ね、その射形に対するね、負担は強いなとは感じています。で、まあ、グラスとカーボンの違いっていうのはこういうところがあって、どっちがいいとかそういうのはないと思うんで、まあ、人それぞれですね。一番簡単に言うと、グラスの弓を使う方は、初心者とか、まあ、弓がまだ引き慣れてない方にぜひ使ってほしいかなと思ってて、カーボン弓は射形がだいぶ固まってきた方で、的中率をもっと上げていきたいと思う方はカーボン弓の方がいいのかなと考えています。最後ですね、このね、声がこちらですね、声がピント合わなかったね。こちらの声がの特徴を、まあ、僕なりに、僕がまあこうもう2年3年ぐらい弾いてるのかな、結構弾いてるよ、3年ぐらい弾いてるかな、まあ、弾いた感想なんですけど、ね、カーボン弓めっちゃいいカーボン弓ね、久しぶりにグラス弓弾いたら、カーボン弓ってあ、こんな感じで好きだなってなった。ちなみにグラス弓を弾いてる僕からしたら、結構別物に感じる。特徴まではね、そこまではちょっと弾きこう慣れてないからちょっと分かんないけど、明らかにグラスとカーボンは違います。違うね。声がの、まあ、良さ、他のカーボン弓、黒心を買わなかった理由としては、声がの方が、まあ、黒心よりもってことだったら5万円くらいかかりましたというところと、あと、色とか結局ね、僕ね、デザインで選びました。セイガって、まあ、竹じゃないんだけど竹っぽいデザインをしてくれてて、まあ、物珍しい。なんか今までこんな感じで、グラス弓は、まあ、昔から高校の頃使ってたから、なんかちょっと気分転換と思って、こっちにこのデザインがいいなと思って買いました。んー、まあ、特徴としてデザインが違うところがあって、でこんな風に竹みたいに節をついてるんですよ。なのでちょっとその分、重量自体はカーボン弓って感じではなくて、意外とグラスと変わらないような重さだと思います。でもその分軽くないから、まあ振動も、まあ、そこそこにこう抑えられてるんじゃないかなと思っています。ビーフシチュー、そんなところですかね。セイガの特徴っていうのは、まあ、僕すごい気に入って使っています。動画もね、なんか結構弓結構かっこいいなと思いながら僕見てます。ツイッターとかでね、声が使ってるとか書いてあるので、ね、見ると、ね、すごい嬉しい、仲間を感じるので、ぜひぜひ、じゃあ皆さんもカーボン弓をね、使ったことない人は使ってみてください。以上、優秀の動画でした。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。